七もとゆいって書いてもっといですね、もっといっていうふうに、あの歌舞伎の見たんですよ、画像をしたらもっといで、もっといです、もとゆいと書いてもっといと読みますので、文七もっとい、最後去年の秋に、うん、中村獅童と、あ、そうそう、寺島しのぶでね、やったみたいですね、山田洋次監督のね、うん、あ、すごい良かったみたいですよ、なんかそれ見た、うん、あの画像で新聞の非常に書いてあって、うん、そうそうそう、歌舞伎、女の人行かしないんだけど、うん、あの人歌舞伎の人やからね、うん、なんかそんな書いてあった、うん、そう、でね、あの、落語でも文七もっといっていうのがあって、うん、でそれは結構ね、あの、これは舞台のやつだったりとか歌舞伎のものですけど、落語の分ではその舞台を歩くっていうのがあって、そのこの道、その身投げしようとした道が、あの川がここですとか、っていうのを全部ね、この細川の屋敷とかがあったりとか、佐野土、もともとあった佐野土の地図で、ここがそれだったとかって実際ね、あったところを舞台にしてるんですよ。だからちょっとリアリティがあって面白いんですよね。でその舞台の吾妻橋東を歩くとか、これがその出てくるね、地名とかが出てくるので見るとかもあるんですよ。すごい面白い、この舞台を歩くっていうのもありました。あの本当に好きな人だったらね、ここでこういうことがあったんだとかね、聖地巡礼です、そう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 、ああいうのもやってるから、まあ、人気がある作品ではあるんだなっていうのはよく分かりました。はい、ということでね、いろんなあのところがなんかその50両ね、50両で最終的にはこの幸せにというか、あのいい話だと思います。楽しみだなと思いますけども、まあ、あのこんな話なんだなと思って見ていただいたらいいかなと思います。で、文七もっといが今までされたっていう以前の舞台をね、1947年に やられてるのからずっと誰がやってるっていう一覧表もあります。で一番2017年にね、ポント町の、ところで歌舞伎演芸場のところでやったのが一番最後になってるんですけど、その後もその、いろいろちょっとずつやってるみたいです。歌舞伎としてはそれが、その時に出た人がこれでっていうのも載ってたりとかね、この場面場面の映像もあったりとかするので、あ、なんとなくこういう風にやってんだな、やっぱりね、あの、下はやっぱり短いあの短パンみたいなの履いてやってますので、ということで、あの私も知らなかったけど、この文七もっといすごく人気、ある程度ね人気のその演目だみたいなので、ぜひあの演劇鑑賞会で、橋のとこがよく出てくる、そう、橋のもとでやって、その東橋かな、なんかみなげみなげのところが出てるみたいですね。面白いですよね、そういう、もっとハッピーエンドでっていうのがいいですね。ハッピーエンドいいですよね、そうそう、うん、芝居巡礼は結構やっぱりいろんなところでやってますね。この吉原のね、この地図があって、うん、このここでこうやったとかがやっぱり出てますね、うん、このやっぱ吾妻橋が出てきてるし、もちろん東京ですね、東京の、うんうん、佐野土っていうのも実際あったみたいなのが、うん、面白いね、という内容です。はい、ということで、ちょっとあの今日はあの内容的には話すように読むっていう形ですね、うん、とかやっぱりあの上から流れるように読むっていうものが、うん、まあ、あのセリフだなんで今回はそんなに使わなかったんですけど、朗読としては結構必要になってきますので、またね、あのそういうのを使う時にもね、少しずつ慣れていって、流れるように読むみたいな、リズムよく読むとか人の耳に届くように読むっていうのを学んでいたらなと思います。少しずつね、あの小出しにしてるんですけどね、今日はここから出してとかいろいろ言いますけどそうそう、全部がちょっとずつ重なって初めて朗読って結構深いので、いろんなところを持ってきてやっていこうかなと思ってます。今日はちょっとこれだったんですけどね、またちょっとずつやります。今度ね、この俳優さんが奈良に来て、うん、お芝居についてね、無料で話してくださるので、うん、またチラシ、はい、持ってきてもらったら、そうですね、6月2日なので、うん、やるのはね、うん、なんかまだその前に、前であるから、そうなんですよ、はい、1枚だけ持ってきて、あ、そうなんですか、1枚だけ、それが主役の人、文七のかな、はい、ありがとうございます。
瀬栄之丞言って、うん、3月16日、あ、この人早瀬栄之丞さん、無料、無料、奈良県庁のターミナル、あ、バスターミナル、バスターミナル、バスターミナルの綺麗なところ、県庁の隣、スタッフのって書くよね、この人兵庫県出身って書いてるわ、うん、俳優さんなんで前もお話に来て声がすごくよくって、うんうん、あの実際になんか、ね、じゃあそのお芝居の話も、ね、言ってくれるのかな、うん、面白いですね。3月16日の